番のアクセラのメリットは燃費なんで、最低でも5、6回は少ないと思うんで、それは結構大きいですよね。やっぱり燃料入れるだけでも数分かかるんで、ドライバーがミッションを大事にして壊さないように、乾燥すれば順位がついてくると思います。朝を迎えるまではカメさんというか守りで走るつもりです。ですけど最後の4時間に力を残してスプリントで競う作戦でいます。ドライバー一人一人が車をいたわり、メカもミスもなく走り切ることが勝利へ近づくことだと思います。みんなでチーム一団となって力を合わせてコンスタントに安全に速く走って優勝を目指して頑張ります。7時間過ぎまして、路面状況も結構荒れてきてます。まあ、この後、明け方まで長時間にわたって暗い中を走りますので、まあ、ちょっとした不注意で、コースアウトしてしまうとか、そういった可能性が高いので、用心が必要です。シティ2クラストップとうちの車が今2番手走っておりますけども、ほぼ同ラップで、タイム差もまあごくわずかという状況です。まあ、まだ周り真っ暗ですけどね。まあ、朝を迎えられると、まあ、とりあえず、そうですね、真ん中の峠を越えたというところですかね。やはりまず朝を迎える、そしてまたそこからまた8時間ぐらいですかゴールまでありますんで、まあ、そこからまた一勝負という感じになりますね。うまくいくとは思いも、ね、寄らなかったのでね、はい、一人一人がね自分の仕事を確実にしてくれて、まあ、ドライバーもわがままを言わずにきちっと自分のスピンと走り切ってくれた結果が勝利に結びついたと思います。まだまだいろんな部分で
見つめていかなきゃいけない部分がたくさんあるんですけども、でも明らかに昨年ディーゼルで始めた時から比べるとアクセラも熟成しましたし、またデミオに関してはもう今決勝中でもトップと変わりないタイムで走れるような状況ですので、そういった意味ではこの3年の熟成が効いてるかなという気がします。